聖剣伝説3トライアルズオブマナ。リースと申します。よろしくお願いします。アルテナの王女アンジェラよ。俺はフォルセナの戦士デュランだ。風の王国ローラントの王女リースはローラントを守るアマゾネス軍のリーダーとして今日も山の見回りに出ていた。私がやってみましょう。みんな見てて。リース様気をつけて。ローラントの平和を脅かす魔物は絶対に許しません。モンスターが以前に比べて多くなってる。それに風が鳴いている。山岳地帯ローランド。ここに周囲の崖を自然の城塞として利用した難攻不落の城として名高いローラント城がある。さらに精鋭のアマゾネス軍が守りを固め、永遠に外敵の侵入を許すことはありえないかのように見えた。しかし、さて武術の稽古の時間ね。弟のエリオットを探さなくちゃ。ご存知ありませんか。わしは目が見えぬが気配でわかるはずだ。待っておれ。
そう遠くへは行ってないようじゃが、おそらく城のどこかにおるようだが。本当にもうどこ行っちゃったのかしら。武術の稽古の時間なのに。見かけなかった？お妃様がエリオット王子をお産みになってすぐに亡くなられましたから、あの子にとってはリースお嬢様が母親みたいな。風の王国ローラントの王女リースには弟のエリオット王子がいる。幼いリースの目に映ったのは静かに眠る母の顔と新しい国民のすべてが妃の死を悲しむ中、リースだが、幼くとも心優しいリースは、今もこれからも母の愛を知ることができないエリオットのために、お母様。坊ちゃん。なんだ？坊ちゃんはこの城の王子様だよね。これからとっても面白いことが始まるよ。じゃーん！私は旅の手品師です。今日は王子様にとっておきの手品をお見せしよう。はい。さて、お次は分身の術。はい。王子様、まだまだすごい手品があるよ。ほら、そこに地下室があるだろう。そこでもっといっぱい見せてあげるよ。さあ、行こう。時間なのにエリオットがいないわ。もしかして地下室にいるのかしら。
まあまあ、そう慌てないで。私は手品師1号、ビルでござい。同じく2号、ベンでござい。なんだ、分身の術じゃなかったのか。もっとちゃんとしたやつ見せてよ。はいはい、それではとっておきの超大魔術をご覧に入れよう。さあさあ坊主、王子様、こちらへ。王子様、王子様ならここがどういう場所かお分かりかな？当たり前だい。ここはね、ローラントで一番大事な風をコントロールするところさ。でもね、王族の鍵がないと動かせないんだよ。ほっほー、ではその王族の鍵とやらでちょっとだけ風を止めてもらえるかね。とっておきの手品というのは、あの世から王子のお母様を呼び出す術なんだがね。王子はお母様に会いたくないのかな。風があるとお母様も天国から降りてきづらいだろう。さあ、お母様のために風を止めてあげようじゃないか。お母様に会えるの？でもリスお姉様が絶対風を止めちゃダメだって。おお、なんとかわいそうに。王子はお姉様に騙されているんだよ。お姉様はこの術のことを知っていて、自分だけお母様に会っているのか。そんなさあどうする。ぼやぼやしてるとお姉様に見つかっちまうぞ。ほら、噂をすれば。さあ急いで。お姉様に見つかったら二度とお母様には会えないよ。でも。ええ、このガキ、さっさと仕上がれ。難攻不落を誇るローラント城も、この風さえなければ我がナバール忍者軍の敵ではない。今頃城内には一斉に進攻が始まっているはずだ。ローラント城は我々ナバール盗賊団改めナバール王国の城として生まれ変わるのだ。盗賊団最後の仕事が城を盗むことだなんて生かすだろう。俺、敵国のスパイめ。おっと、そんなことをやっている暇はあるのかな。ジョスター国王は今頃見えない目でどうやって戦っているのかね。お父様、エリオット来るのよ。ほらな坊主、リース姉さんはお前のことなんかどうでもいいと思ってるんだよ。さあこっちに来い。嘘だ、やめろ、お姉様。黙れ。Thank you.
申し訳ございません。風が止まり、敵が城内に眠りの花粉を。知らせてくれていたのに、マナの変動がわしの勘を鈍らせたのかもしれん。お父様、それに私のせいでエリオットが。すでに城内にはエリオットはいないようだ。気配が遠のいた。おそらく敵にさらわれたのだろう。リース、エリオットを頼んだよ。全滅した。一旦ナバールに帰り、フレイムカーン様に報告。再び軍を率いてここに戻る。退却。風が今頃になって風が戻ったって。エリオット、でもどこに行けば。以前お父様が困った時は聖都ウェンデルの光の司祭様を訪ねなさいと。きっとお導きくださるに違いない。みんなをよろしくお願いします。私はエリオットを必ず助け出します。
お母様の形見のリボン、どうか見守っていてください。ナバールの襲撃によりローラントは滅亡。最愛の父も失ったリースは弟エリオットを探すべく今一人旅立つ。町は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。獣人が町を襲うなんて、早くウェンデルに行きたいのに。エリオットを助けるために町を脱出する。全くよ、冗談じゃないぜ親父。武器屋が武器売ってねえなんてシャレにもならねえや。しかしあの数、俺一人じゃ太刀打ちできねえし。えい、腹が立つ。イーストキングダムの獣人たちは実はそこが狙い目さ。それで夜な夜な漁師、警備が夜に手薄になるなら宿屋で休んでいた方が良さそうです。エリオット、待っていてね。